パリオリンピックの卓球男子団体で4位に入賞した篠塚大人選手が今日、在籍する愛知工業大学がある豊田市の太田俊彦市長に結果を報告しました。市役所に用意された自身の写真パネルにサインを書き入れた篠塚選手。メダルは取れなかったが楽しくプレーできた。悔しい結果を忘れずにまた頑張っていきたいと話していました。2026年に愛知名古屋で開催されるアジア大会では豊田市が卓球の会場に決まっています。まずはそこを勝ち取って、本大会に出られるのであればメダル獲得を目指して頑張りたいと思います。